今回は、進撃の巨人の世界で神の見えざる手が発動した瞬間に対するみんなの反応を集めてみました。チャンネル登録・高評価、コメントよろしくお願いします。それではどうぞ。主人公が死ぬわけないだろ。左上はごもっともなんだけど、それはそうと、たまにあの世界の神が乗り移ってはライナーを生かそうとするよな。他は偶然だったり死ぬべきところじゃなかったりで、脚本のカゴってほどでもない。右上はマジでプロットアーマーすぎる。どうしてライナーから離れてボッコに行くんですか。硬いまずいいいところに生肉が。殺せやしないフォームとか神が直で作成してそう。ファルコが俺を食おうとしてる。俺が解釈するべきなのか。待てよ、もう全て終わったし俺が生きてる意味なくない。ガビファルコだけなら返してやれるポルコー。左下は明らかに神の寵愛が働いてる。他の巨人全員異形なのに。私原作者合意ね。ナイスガイの巨人やるんだな。今ここでもめちゃくちゃ神の手入ってると思う。あそこでカミングアウトしてなかったらそのまま捕まってたし。ある意味ベルベルとナイスプレイすぎる。神がビワラム男ライナー。ビワラまれてるのに全然嬉しいそうじゃないんだが。邪神だし。ガビ山先生の見え見えの手。ガビ山先生のガビガビの手。左下は一応エレン的に少年期の志願しなくの記憶を思い出して心がめちゃくちゃにされたんじゃねえかという説もあるから。劇中では頻繁に割れるけど、こっちは割れたことない鎧の巨人。細谷がどんな声で右上するか楽しみ。右下ってどういうシーンだっけ。ジュフマルラ阻止。精神ボロボロなのにまだ死ねないって決意を見せるの美しい。左下見るたびに本当にかっこいいよってなる。無垢巨人みたいなビワラミ。ガリアードに行ったのは本当に謎だから困る。すでに満身創痍のアギトとまだまだ余力があるライナー、どちらが生きるべきかなど言うまでもないだろう。歴代アギトの巨人みんなライナーかばってるのひどくない。ファルコはどうなるかな。やめろやめろ。ガリアードに向かうシーンはあんまりにも露骨すぎてプロットアーマーの存在を感じずにはいられない。神とは。でも神の見えざる手の結果だとしても英雄になるライナーは美しかった。左下は本当にかっこいい。ほぼ死にかけみたいな状態なのに目が全力で生きてる。普通プロットアーマーがあると舌打ちされるのにもう勘弁してやれよってなってるのがひどい。左下は風で髪がなびくと思う。左下というかネイキッドライナーは巨匠ユミル渾身の一作すぎる。最後どうなるんだろ。連載終了時まで生き残ったりして。ライナーが戦いの中で死ねる予想をするものは少ない。ライナーは今まで辛いことばかりだったし、最後ぐらい仲間がどんどん犠牲になりながらも生き残ったライナーがエレンを倒して、ついでに巨人の力もなんやかんやで消えて寿命も戻った状態で英雄として余生を過ごしてよくしい。最近のライナーはメンタル回復してきてるから、ここらで一発落とされるかもしれない。割とあり得る。ジェンと仲が深まったし、ジェンがライナーかばって死にそう。ジェンに俺たちは調査兵団だからなされたの見て、こいつら死ぬんじゃという予感が一気に高まった。ネタも含むけど、まあれ変のアイドルだったのでいなくなったら寂しい。まだライナーにはエレン巨人との殴り合いが控えてるから、ライナー好きだから死なせてやってほしいけど生き残ってほしい気持ちもある。ライナーネタにしてみないと展開がひたすらきついのもあるからな。ハンジに関しては責任者のお前もダメだろとしか。今なら綺麗に死ねるよね。ライナー神が許すかはともかく、調査兵団のトップはなんか満足して死ぬ傾向にあるからな。そういえばキース教官も血馬せながらなんか満足して死んだな。よく考えると大人たちが何か綺麗に死んで後を子供に託すっていろいろひどいな。もう死んで楽になりたい大人が多いんだろう。ずるい、俺も早く死にたい。ダメに決まってるだろ。ライナーは早めに死ねたベルトルトを羨ましく思ってそう。むしろ自分だけ生き残ってしまって申し訳ない思いも100倍なんじゃないかな。みんな何かに酔っ払ってねえとやってられなかったしな。今はもう死ぬことより罪滅ぼしに世界を救おうとしてるから。ここに来てみんながライナーに追いつくのいいよね。辛い。英雄ライナーの像が建てられるまで頑張ってもらう。神は言っている、もっと苦しめと。神はまた言った、さらに愛を与えなければと。見えざる手どころか見え見えなんですが、それはしかしよく神の手が見えたな。おおおお。まず前提としてライナーが死ぬわけない。そこに不思議な力が介在するのは道理だろ。バッドザアースリファストプーダイ。しかし地球は死ぬのを拒んだ。もしやアンダーテイルかな。杉下右京はじめ名探偵もよく言う。全身で逃げるのは許さない、生きて償えと。いい加減にしなさい。僕はあなたを決してあの世になど逃がしませんよ。あなたには生きて償うべき罪が山ほどありますからね。
いや確かにライナーいろいろ罪を犯してるけど、ここまで罰せられるほど重いか。せめて体罰的な罰なら納得いくけど。でも違法捜査しまくりだから、発見された証拠は無効だから無罪を勝ち取れとる可能性がある。煽りまくるから次世代の犯罪者をポコポコ生んでいる。誠の悪は右京さんでは。右京さんは犯人の心をバッキバキに折るためだけに全力投球の真のサディストだから、地には自殺するまで追い詰める正義を振りかざす悪魔だから、ライナー大好きだと思うよ。光があれば影も生まれる。何言ってるんですか。私は真上から光を照らしつけて、影なんて微塵も残さないし逃がさないみたいな姿勢だからな。あの人罪を絶対に許さないという点ではライナーポイントも高いかもしれない。ガビ神、お前がもっと苦しんで生きるよう努力するよ。神半分エレン半分だよな。ポルコーてめえ何してんだ。このシーンで始祖の上位存在の介入を確信した。あのシーンの勢いマジで好きだ。これぞ始祖ガビルの神業。ガビルってよくよく考えたら元ネタであるはずの作者名一切入ってないのに気づいて笑った。あそこのライナーの表情と叫び本当に情けなくて好き。ここってよくアニマンでネットに接続とかって言ってたやつだと思った。左下本当にかっこいいよ。ライナー最高にガビガビしてくるよ。お前言ってたよな、お前らができるだけ苦しんで死ぬように努力するって。うずうず言ったっけ。そんなこと忘れてくれ。ライナーがあまりにもかつて憧れた爽やかナイスガイのままだったせいで、思わず恥ずかしくなってしらばっくれるエレンの図。お前みたいな半端なクズで全てを背負えるかっこいい男になれるよう努力するよ。ああ言ったっけ。そんなこと忘れてくれ。あとお前が好きだ。ライナーお前と同じだよ。エレン間に挟まるガビ山やめろ。ガビ山先生は部のライナーパワハラしてるエレンに感情移入してるって言ってたから、むしろ憑依してるぞ。志願しなく決戦は今見返すと神の五カボがバリバリ稼働してて、笑う頭を吹っ飛ばされたが巨人体に意識移して生き延びたシーンとか、だるま状態で捕獲されたがピークちゃんに救出されるシーンとか、改めて見ると露骨すぎるな。鎧のデザインも妙に凝ってるよな。多分ユミルちゃんとこに上位存在が介入したんやろな。ユミル、ここは私が神ダメに決まってるだろ。ガビガビ知らない男が土をこねて俺の体を作っていた。威嚇臭い巨人ができそう。ライナーの鎧がよく砕けるのはユミルではなく先生が作っていたせいだった。脱ガス前提で服着せてるみたいなところある。鎧の内部まで精巧に作られてて匠のこだわりを感じる。どけユミル、こいつは私が作る。管理人ライナー頼む。静かにジェンの待ってくださいもだよね。今月号のあれもライナー以外だったら死んでただろうな。雷槍で頭吹き飛ばされるのに生きてるシーン、ジークの身代わりで艦隊の砲撃受けてもギリギリ生きてたシーンあたりも追加で。ガビルンルン変えたパンツの数だけ増えそう。神の寵愛を一身に受けた男。それだけ聞くとすごい幸運な人に見えるなお。実際の映像がこちらになります。ダメに決まってるだろガビガビ。ライナー、サトコ、天之助、千翼は曇らせて光ると神もこうあられている。ライナーの鎧が脆いのか、もともと鎧はあんなもんなのか。最新鋭の方じゃないと砕けなかったり、ブレードぐらいなら引いて効かなかったり、かなり硬いんだけどね。硬質化のコード自体はそう変わらんみたいだから、全身に広がってて薄めなのが言われる原因かな。部分的な効果の操作とかは潜水の養分だろうから鎧にはないんだろうけど。ゴールマリア奪還作戦の時に壁を登るために指をビキビキしてるシーンがあるから、鎧も部分的にさらなる硬質化をすること自体はできる技術的な問題なのか、普段から全身に張り巡らせてるがゆえの力の消耗の問題なのか、戦闘で使われたことはなかったようにも思うけど。まあ部分効果なら雷槍や野戦砲を防げるってわけでもないから、そこは板だ。最初は対巨人なら目型、対人なら鎧だったのに、雷槍はデメリットあるからまだしも、普通に飛び道具でぶち抜かれるようになったからな。鎧の能力だけみんなに配られすぎなのもいただけない。ライナーの鎧が特別脆いわけじゃない。攻撃側の火力がインフレしてきたから鎧が破られるようになっただけで、歴代の鎧も同じ結末になったはずだ。数十年前までなら突破する手段のない無敵の能力だったし、力インフレに防御力がついていけなくなっただけだ。鎧の巨人とかいうメイン盾があるなら、それを貫けなければ対巨人兵器として存在価値がないからね。鎧が巨人世界の砲弾に負けるのは必然ではある。鎧の上にさらに硬質化、剥がれた部分に追加の硬質化くらいはできていい。というか潜水の自由度見るにできなきゃバランスが悪すぎるのに、そういうのしないからな。
不意気鎧液型の知性巨人に気軽に配布された結果、巨人同士の対決においてはデフォルトで全身に硬質化されてる影響で動きが鈍く、凝縮硬質化と比べて相対的に脆くなってしまう鎧の巨人よりも鎧液で硬質化能力得て普段は生身巨人分の消耗しかなく、任意で好きな部分に凝縮硬質化使える知性巨人の方が応用効くのがずるい。鎧の巨人はそれ一つで戦ってるのに他の知性巨人は鎧液飲んでるから複数持ちみたいなものだし、というか同じ硬質化なのに潜水で鎧貫けるのもずるい。攻撃系硬質化の潜水、防御系硬質化の鎧のはずなのに攻撃系強すぎるでしょ。それなら鎧はその身にまとうことしかできないけど、硬質化強制解除でもしない限り絶対砕けない行動を持っているとかでもいいだろうに。とはいえ、超大型や潜水など他の巨人だって弱点はあるし、ケースバイケースだよ。潜水はおそらく持続力弱めだろうし、獣や射撃に至っては対地性巨人となると圧倒するものが明らかに不足してる。ジークは例外だけど、一世代前までほぼ人や兵器相手に最も無敵だったのは間違いなく鎧なわけであって、結局は一長一短だ。硬質化できる巨人が多いから基本的に他の巨人とのセット運用が基本なんだろう。射撃も外付けがないと戦闘力皆無だし、それよりマシ。心の底から死にたいと思ってる時は絶対に死なせない。心の底から生きたいと思った時に死なせよう。じゃあライナーは無敵だな、がははは。ダメに決まってるだろのシーンはアニメでめっちゃ V 気味で言いそう。なんならここはオフライで被せてほしい。僕建前進撃の記事、またライナーかよ。呆れ僕本音進撃の記事、またライナーかよ。歓喜。本当に気持ちいいよ。ガギ山先生も管理人も俺もライナーが好きすぎる。進撃記事一覧スクロールしてみたら本当にライナーだらけで笑った。アニメ限定だけど巨人砲の至近距離攻撃を受ける寸前でアギトに助けられるシーンも。英雄になって生き残ることが最大の罰という罰ゲーム。ライナー生きろ。細谷さんには役に入り込みすぎてやまないよう願っています。細谷は気真面目だからきっとええ声で泣いてくれるぜ。細谷さんの曇り演技が輝きすぎてて、ここの人たちのガビガビ対象がライナーを超えて中の人にまで至りかけてるの、いつ見ても笑う。ここまで来ると周りの人みんな死んでもライナーだけ生き残りそうだよね。というか最後に残る人類がエレンとライナーだけな気がしてきた。新世界のアダムとアダムか。念のため聞くけど、どっちが産むの？そんなことすぐわかるだろ。なぜなら俺はシソガビルを信じている梅神ガビ山の子。アッカーマン二人ともライナーを仕留めきれないってのは巨人の力以上の何かが働いていたとしか思えんだろう。ためらう理由ないし、あったらあったで不自然だし。成長 VS ライナーはもともと無理ゲーだからしゃあない。一応笛はついてるけど巨人か前に殺すのはヘイナーでもない限りきつい。ガリアードのシーンそんなわかりにくいか。ライナーが硬質化して食べにくいところに巨人化を解いたガリアードを出しされたらそっち行くよねってだけだろ。ジークのライナーをやれって命令無視してポルコに向かうからだよ。でもそれ一応伏線はあるんだよな。ジークもシソほど複雑な命令はできないってコルトが言ってたのが一つ。もう一つはラガコ村でジークの命令に従わなちゃんと巨人もいたこと。兵長に刺されたのにギリセーフだったりしてるのもすごい。兵長に刺されたのにギリセーフなのもすごい。重複してた、忘れてくれ。仕方なかったってやつだ。そうだよ、お前のせいじゃない。すぐに反映しなかったこのサイトが悪いんだよな。ブフッケシンなんですが芸術しちゃいましてね。タッスル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 。これだけ何のネタかわからなくて調べたら声優が細谷さんだった。ライナーには肉体的にも精神的にもできるだけ苦しんで死んでほしい。お前優しいな。駆逐ボーイの頃のエレン来たな。俺にはずっとライナーの尻を撫で回してる手が見える。海外でも悲劇のラブドールという認識されてるのくさ。梶幸と細谷義政が YouTube で一緒にゲームしててダメだった。地声は細谷の方が大きいんだね。楽しそうでよかった。梶はオフはテンション低いって本当なんだね。ねえきっとライナーの谷間に挟まれたり足の下から見上げたり耳から入ったり出たり髪の上でくつろいだりいろいろしたい。お前の頭はライナーにやられちまった。ライナー推しを隠そうともしない管理人ベネヨシ。鎧超大型カミングアウトって、兄と出身地同じだから戻ったらライナーベルトルトは地下に拘束されるはずだったんだっけ。ガビガビ戦法。世界がどうなったっていいでもライナーだけは絶対助ける。世界がどうなってもというかその世界をどうにかしてるのはあなたがライナーを曇らせるためでは。ガビ山先生のガビガビの手でダメだった手洗ってから介入してきて。ベルトルト、ライナー、やるんだな。今ここでにちゃー。愛ほど歪んだ呪いは云々とは本当らしい。ライナーの泣く頃に罪滅ぼし編。
ガビルの民は過去も未来も全てが道で繋がってるからな。シガンシナでなら死ねたタイミング何回もあったのに。ライナーとサシャが知り合いと知って表情が凍るガビ。ライナーとガビが親戚と知って表情が曇るジェン。ガビがサシャを殺したと知って天を仰ぐライナー。楽しみですね。てかライナーがクリスタのことジェンたちに聞かないのなんかな。まあれ変になってからも一言もあのセリフ聞いてない。知ってほしい。いとこがマルコに似てること。神ガビはラム男ライナー矢印全然嬉しそうじゃないんだが矢印じゃ死んだし全くその通りですげえ笑った。ライナー俺は辛い耐えられない頼むから早く死なせてくれ作者様。アーモアードチタン矢印プロットアーモアードチタンこういう奇跡的なネーミング大好き。ネタとか抜きで左下は本当にかっこいい。あははっかわらしいでしょ。壁ドンって言われたライナーが壁ドンに救われるって。左下はネタ抜きにかっこいい。コンジパーで買ったんだよ。粉砕されたライナー助けるためにボンバー中止してそれがシーンになったベルトルトとかデコイとかしたポッコとか世界がライナーを生かしつつ罪悪感を募らせてるのがなんとも。